三上奈美のベロリベトナムいただきます。今回はハイバーチュンとディエンビエン風のこの路地裏のところに、交差点の路地裏のところにあるですね、ラビエットコーヒーにやってきました。早速中に入ってみましょう。ラビエットコーヒーの3階にやってきました。今ランチタイムなので、結構どのフロアも1階2階とすごい混んでいて、3階まで来たんですけど、3階もほぼ満席状態ですね。そして早速届いたこちらがカフェラテと、あとはですね、カフェラテを頼んだら可愛いクッキーがついてきました。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。甘くて固めのクッキーとかがある。結構コーヒーを飲んでのんびりする、脳も活性化するので、すごく嬉しいです。ランチがやってきました。めっちゃ100年ぐらい待ちましたというのは冗談ですけど、まあ、やっぱ混んでる時間帯だからか、そのなかなかね届かなかったですが、ようやく。じゃじゃん、美味しそうです。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。メインのチキンを食べます。美味しい。よくローカルでチキンを抜くまま味で食べるのあるんですけど、それよりも癖がもっとなくって、なんかちょっと洋風な味付けになっているかなという感じがします。ごまもかかっててすごくおしゃれです。ごちそうさまでした。なんか食べてる最中ちょっと舌がピリッとする感覚があって、謎の辛み成分を感じたんですけれど、なんかすごくベトナムのお米自体が結構軽いので、食感も割とペロッと食べれちゃいました。私はランチはちょっとここでは足りないから、この後バインミーでも食べます。あの他にもね、あの今日はコムが頼みましたけど、他のメニューとかもいろいろあったので、そしてカフェがすごく、とにかくコーヒー美味しいので、のんびりしたい方はぜひぜひ利用してみてください。ということで三上奈美でした。ごちそうさまでした。バイバーイ。